山柄が一番可愛い、テンションの高い学者と会話する、ベルリア・ミラージュのとある場所で、ほからかな性格の学者とばったり会った。最初は自分の感情を表現することに夢中だった彼女だが、とあるゲームを遊ばないかと誘ってきた。これ1個。嫌だとはもう。これは、こっから行ったらいいかな。こっからぐるっと回る感じか。めっちゃある。ちょっと待って、めちゃくちゃあるやん、ここ。え？まあ、ちょっとあれだ。これやり始めると大変なことになるから、集中しよう。あんなあるんだな。そんなにあるように見えないのにね。エビのポテト包み揚げは国生産の大好物よな。カラコロチュンボール。カラコロチューンボールでは、順番にいくつかのチューンボールをショットしていきます。できるだけすべてのチューンボールを高得点エリアに止めましょう。目標得点に達すれば、対応する報酬を獲得できます。赤色エリアに止めると4ポイント、黄色エリアは2ポイント、青色エリアでは1ポイント獲得できます。カーリング的なことかな。チューンボールが複数の枠線の上に止まった場合は得点の高い方でカウント。毎回ショットする前にチューンボールを左右に動かしてショットのスタート位置を調整できる。タイミングを見計らってショットボタンを押し続けてショットの方向をロックし力を貯める。ショットボタンを離すとチューンボールをその方向と力でショットできる。ショット方向をロックするとショット準備は解除できなくなる。すべてのチューンボールが止まったとき、任意のボールがスタートエリア内にある場合、今回のショットは無効。この場合、ボールをショットし直す必要がある。まあ、やってみよう。おう、ええやん。わ、あー、そこそうなんのね。あー、カーリングとほぼ一緒だね、これ。
これ、12ポイントどうなんだろう。あ、ただ10取っポて。イントでいいんか。一応これでいけてはいるのか。やっぱ文章って伝わりにくいんだね。実際やったり見たらすぐ理解できるのに。あれ？あ、これか。これ使え、キラクリスタル使う場所はまだ出てこないな。まあ、これでとりあえずよかったら次しい。はどこに行くんだ？リーユへの名称を巡りたちょっいとなら、この周いい辺。案がいくつかあるぞ。ん？この辺りにハッピーなんとかが、これの上かな？上がれるんかね？これ行ってみようかな。渡るのが怖いってことか。こいつ浮いてるから何も怖いことないじゃんね。紐関係ねえし。浮いてるから。お前浮いてるから。来た甲斐があった。ハッピークーポンがこの辺りのはず。上かな。上なのか、違うのか。違うっぽいなぁ。上じゃないのか。ないよね。この上乗れるんかな？あ、乗れない。乗れないようになってる。映えるな、でも。真顔の勝利先生。シュールだわ。ちょ、宝箱もう一個だけ開けれるかな？これそんな簡単に開かないのかな？あ、でも宝箱開けるのは、あれか。何かあるんだろうから、ちょっと別でやるか。あ、なんかハッピークーポンっぽいマークは、ハッピークーポンではないのかな？いや、ハッピークーポンではあるんだろうけど、そんな簡単に取れるやつじゃないのかな？あ、なるほど。ゲームでやって勝って取れっていうことか。これはいけるんじゃない？普通のパターンもあるんだ。まあ、ちょっと改めてやりたいね、これはね。アーカイブ分けて、最後のこれいこうか。